ナランちゃん、いいですか？それは食料品やらなんやら買ってくるもののリストです。で、これが車のキーです。ナランちゃん、君ならやれる。君なら無事にできます。うん。いいですか？この隠れ家に今誰か人がいるなんてことは、前の畑にいるワイン農家でさえ気づいていません。買い物が済んだらまず車で同じ道を何度も何度もぐるぐる回ったりしてみてください。時々は U ターンしてみてください。君を尾行している奴がいないかどうか確かめるんです。そして念のため僕が町の駐車場に前もって用意した別の車に乗り換えて帰ってくるんです。僕らがボスの娘を護衛しているなんて誰にもバレてませんが、万が一僕らを誰かが探してたら、最もそいつにさせちゃいけないのは尾行です。いいですね。買い物はしなくっちゃ重要なことです。しかしこの隠れ家がバレるのは絶対に阻止しなくては。わかってるって、くどいな。任すといてくれ。よし、今言った手順を最初から繰り返して言ってみて。あ？買い物が済んだらワイン畑をぐるぐる回って。違うだろ、ふざけてるんじゃないぞ。もう一遍最初から言ってみろ。ぐるぐる目を回さないように運転してぎー。なんなんだよ。ちょっとアバッキよ、フーゴにつつかないように言ってよ。俺の僕はやっぱりこいつに買い物行かせんのは失敗です。つっつくつっつかねえはおめえらの間での問題だ。だがな、ナランチャのスタンド能力ならもしいたとして尾行者を阻止するのに安心だから、ブチャラティはこいつに行かせろって指示したんだ。だから要するにつけられねえで帰ってくりゃいいんだろ、尾行者によ。